続きまして、ここで今シーズンでチームを離れることになりましたジョシュア・ケネディ選手、玉田圭司選手より皆様にご挨拶申し上げます。まずはケネディ選手お願いいたします。It's obviously very tough to sum up 5.5 years in only a few short comments. 5年半こちらのクラブにお世話になりまして、本当に今ここに立っているのが辛いんですけれども。I think first of all I'd like to thank all the staff, all the players from the club. まずはこのクラブのスタッフの皆様、それから選手の皆さん。本当にクラブの一緒にやってきた皆さんに感謝の意を述べたいと思います。We've had some fantastic times. Of course we became champion and that's something I'll never forget in my time here in Grampus. このクラブグランパスは本当にいい思い出を作ることができました。優勝もすることができました。I think always, it's always amazed me during the games that when I look into the crowd,And I see the amount of Australian flags flying around and always your voice and your cheering to support me. It's given me an unbelievable feeling during my time here. 試合中皆様の声援、それから応援、私の耳に聞こえてまいりました。本当に皆様から勇気をつけられ、そしてプレーを続けることができました。Although we won today, I'm very, very happy that we won, but it's a...For me personally, a very sad day because it's the last time I get to say goodbye, and it's with a heavy heart that I leave Grampus. 今日の勝利はとても喜ばしいことですけれども、まあ、私の中ではこれで皆様とお別れということで、とても気持ち的にも悲しいものがあります。So to all the supporters, thank you very much for your support over the years. I really appreciate it, and I think once a Grampus player, always a Grampus player.And hopefully I can come back and support the team and watch some games when I have some time in the future. So thank you again. I'm going to miss you all and I appreciate your support. 皆様どうも今までありがとうございます。私も選手としてまた続けたいと思っておりますし、こちらの方にまた日本に遊びに来て、あるいはグランパスに遊びに来て、皆様とまたお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。ケネディ選手ありがとうございました。それでは続いて玉田選手お願いいたします。ファンサポーターの皆さん、9年間温かいご声援ありがとうございました。たくさん思い出はありますが、やはり一番の思い出は2010年の優勝です。一生忘れることはないと思います。僕自身体は衰えたとは思っておりません。退団が決まってから前監督のストイコビッチさんからメッセージをいただきました。お疲れ様、君はマイベストプレイヤーだった、まだまだできるから頑張れと言ってくれました。とても重みのある言葉でした。僕はサッカーが大好きです。この情熱が消えない限りサッカーを続けたいです。これからも頑張ります。ありがとうございました。玉田選手ありがとうございました。それでは本日ご来場の皆様から寄せ書きをしていただきましたフラッグを
ファンサポーターを代表いたしまして、小林直さん、辻達也さんよりケネディ選手、玉田選手に贈呈していただきます。それでは玉田選手、ケネディ選手にフラッグをお渡しください。皆様温かい拍手をお送りください。はい、どうもありがとうございました。小林さん、辻さん、ありがとうございました。それでは続きまして、同じくお二人にチームメートから花束の贈呈となります。名古屋グランパス、楢崎選手、トゥーリオ選手、どうぞお二人に花束を贈呈していただきたいと思います。それでは今一度お二人とも前にお越しください。今一度玉田選手、ケネディ選手に大きな拍手をお送りください。続きまして、今シーズンをもちまして現役を引退することになりました中村直司選手より皆様にご挨拶申し上げます。中村選手は船橋 FC でサッカーのキャリアをスタートし、ジェフ市原ジュニアユースを経て市立船橋高校、そして日本大学を卒業した2001年に名古屋グランパスに入団。その後現在までの14年間に及ぶプロ生活ではリーグ戦341試合、カップ戦96試合に出場し、通算38得点を記録。また2006年には日本代表に選出され、オシムジャパンの一員として公式戦に出場を果たすなど輝かしいサッカー人生を歩んでこられました。そんな14年間一筋に名古屋グランパスを愛した中村選手から皆様へのメッセージ、ぜひともお聞きください。お疲れ様でした。私中村直司は、今シーズンをもちまして引退する決意をしました。2001年から14年間この名古屋という地でプレーでき、皆様に常に熱い応援をいただきました。そしてその応援から力をもらい、14年間プレーすることができました。今まで辛いことの方が多かったと思います。そんな時にもたくさん声をかけていただき、自分を奮い立たせることができました。そしてたくさんのチームメイト、コーチ、スタッフ、たくさんの方に恵まれ、このチームでプレーできました。誰一人欠くことがなくても今の自分はなかったと思います。苦しい時、楽しい時たくさんありましたが、やはり2010年の優勝をこの名古屋のサポーターの前にプレゼントできたことが自分の中の誇りです。もう一つ、プロのキャリアをはじめ14年間同じチームで最後この名古屋のファンの
前で引退の挨拶をできることを本当に幸せに思います。本当にありがとうございました。幼少の頃から僕をサポートしてもらい、常に自分の味方でいてくれた両親、父と母に感謝したいと思います。ありがとうございます。そして最後に、僕を14年間応援してくれた全てのサポーターにお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。また違う形でチームに関わっていくと思いますが、皆さんと一緒にグランパスを応援したいと思います。14年間どうもありがとうございました。中村直史選手に今一度大きな拍手をお送りください。それではそんな中村選手に皆様に寄せ書きをしていただきましたフラッグをファンサポーターの皆さんを代表して村山理恵子さんより贈呈していただきたいと思います。それでは皆様温かい拍手をお送りください。さあ続きまして、中村選手にこの方たちより花束の贈呈です。花束贈呈のプレゼンターを務めていただきますのは中村選手のご両親、中村勝利様、和子様、そして中村選手のサッカーキャリアの原点となった船橋 FC から斉藤博史コーチが駆けつけてくださいました。どうぞ拍手でお迎えください。それでは花束の贈呈です。はい、お願いします。お願いします。入って、お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。10年間本当にお疲れ様でした。中村直史選手に盛大な拍手をお送りください。以上をもちまして2014年名古屋グランパスホーム最終戦セレモニーを終了させていただきます。それでは最後に1年間の皆様の温かいご声援を感謝いたしまして、ただいまより選手スタッフが豊洲の場内を一周いたします。お近くに参りましたら温かい声援拍手をお願いいたします。